ールドカップでクロアチア戦の後に一番思ったこと、もっと俺の思い強くしとかないといけなくて、みんなの悔しさ、やりきってもう足りなかったって悔しさじゃなかったでしょ。違う、俺は勝ててた、あれ勝ってたんだ、ブラジルにも行ったんだ、親善試合があってしっかり手応えがあって、ベスト4まで行ったら決勝まで行くのか完結できるのか、次のレギュレーションだったら8試合日本絶対できるでしょって俺は本当にあの時に思ったし、悔しさだけじゃない、悔しい思いもあってるよ、みんなのポテンシャル見たらもっと上げていけば、そこ絶対超えていけるって本気で思ったし、思わないといけないと思ったし、そんな中でやっていかないとみんなに本当に失礼だと思ったし、世界トップトップの中であって世界と同じ基準の中で目線の中で戦っていくっていうことをみんながやってる中で本当に目指したい。